ナンバープレート日本のナンバープレート日本のナンバープレートでは日本における自動車用ナンバープレートについて記載する。日本での自動車用ナンバープレートの正式名称は車両の区分によって異なり自動車登録番号表または車両番号表標識とされている。自動車登録番号表は登録自動車のナンバープレートであり 道路運送車両法第19条に次のように規定されている。取付については、道路運送車両法施行規則第7条に次のように規定されている。車両番号表は、軽自動車や自動二輪車など、登録自動車以外の自動車のナンバープレートであり、道路運送車両法第73条に次のように規定されている。取付については、 道路運送車両法施行規則第7条に次のように規定されている。標識は小型特殊自動車や道路運送車両法上の原動機付き自転車のナンバープレートであり、市区町村の条例に基づく地方税の課税のためのものである。標識の表示は都道府県公安委員会規則により義務付けられている。例外として、 50cc を超え 125cc 以下のオートバイにサイドカーを付けた車両は、道路運送車両法上は2輪の軽自動車として扱われ、原付き用標識ではなく、前期の車両番号表の表示が義務付けられる。ナンバープレートへの記載内容と文字レイアウトのほか、色や取り付け位置などについて規定がある。登録自動車の場合、 後部のナンバープレートに取り付け時に金属の封印が施されるが特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため2004年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。牽引自動車の場合、牽引する車両と牽引される車両はそれぞれが一台の車両とみなされて別のナンバープレートが付けられている。なお、 土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面を呼び、背面に記載されている、埼玉一三2 3 4 5赤込みの範のような表記は、自動車の登録番号とは別のもので、表示番号あるいは、背番号と呼ばれる。自動車は、登録地域の国土交通省陸事分野の運輸支局、自動車検査登録事務所ごとに表示される、地域名が決まる。 多くの場合、運輸支局、自動車検査登録事務所の名称がそのまま表示されることになり、旧国名、府県名、都市名から取ったものが多い。このほか、2006年10月10日からご当地ナンバーが加わった。一般的に分類番号の上一桁を取って、5ナンバーや3ナンバーなどと呼ばれる。大正時代のナンバープレート。黒字に白文字であることから、 自家用扱いのようである。計1文字の京都ナンバー車。スバル360。74年式以前であるため、計自動二輪車と同じ商売である。明治時代になって、日本に初めて自動車が登場した頃は、ごくわずかな裕福層しか自動車に乗ることができなかった。ことから、一般行動を走行する時でもナンバープレートを装着する義務はなかった。 しかし、当時の日本は、交通信号機や道路標識などの、交通安全施設も全く整備されていなかった、ことから、自動車事故が多発するようになったため、1907年に、ナンバープレートの装着が義務付けられた。最初に導入された、ナンバープレートは、4桁のアラビア数字が、表記されただけのシンプルなものであったが、 自動車の保有台数も少なかったためそれだけでも所有者の特定は可能であった。次第に自動車保有台数が増加してくると4桁の数字のみのナンバープレートでは管理が困難となり対象時代に入ってから4桁の数字の他に地名が付記されるようになった。1913年に施行された当初の地名表記は東京府を除いた府県名の頭文字を アルファベットで表したものであったが、紛らわしくわかりづらかったことから、1919年の自動車取締令施行の際に、京都府は、K、神奈川県は、神、愛知県は、愛など頭文字の漢字表記1文字に改められた。東京府が管轄するナンバープレートについては、首都であることから変わらず4桁のアラビア数字のみのナンバープレートであった。その後、 1960年代のモータリゼーションが本格的になると自動車保有台数は急激に増大し、都道府県ごとに一箇所の陸運事務所では管理しきれなくなった。このため自動車が多い陸運事務所は支所を設置するようになり、支所で交付するナンバープレートについては、 司所が所在する地名が表記されるようになった。まず、登録台数の多い東京都が最初に死所交付のナンバープレートが払い出され、後に大阪府や神奈川県もそれに続き、地方の道府県でも新しい地名のナンバープレートが払い出されるようになった。1999年には栃木県で栃木ナンバーが誕生したことにより、 全国のナンバープレートは87種類の地名にまで増加した。1955年3月28日には、軽自動車、自動二輪車を除く自動車のナンバープレートがほぼ、現在と同じ様式になる。同時に、地名表示については、同じ漢字を使用する、都道府県は、人口の一番多い地域を頭文字のみ、それ以外は、完全に表示で表示されるようになった。 軽自動車は1975年1月4日に、それまでの商売が廃止され、ほぼ現在と同じ様式となったが、地名表示は当初から全地域で完全表記されていた。1988年1月4日以降は、軽自動車以外の自動車の地名表示も、すべて完全表示となった。分類番号についても当初は一桁のみであったが、 1967年10月2日の道路運送車両法施行規則の一部改正に伴い順次2桁化された。1998年5月19日に一部先行地域で希望性ナンバープレートの導入に伴い3桁化され、1999年5月14日に全国導入される。軽自動車も2005年1月4日より、 分類番号が3桁化された。2006年に地域振興、観光振興を図ることを目的に、ご当地ナンバー制度が導入されると、これまでのナンバープレートのあり方も大きく変化する。運輸支局や自動車登録事務所がなくとも、地元の要望で地域名が表記ができるようになり、続々とご当地ナンバーに名乗りを上げる地域が出てきた。 1> 第1回目の登録地域として19地域が認められ、2008年より交付が始められた。第2回目は2014年に10地域が認定され、全国で116種のナンバープレートが交付されることとなった。2018年1月12日から練馬ナンバーでアルファベットの入ったナンバープレートが交付され始め、同18日には横浜ナンバーでも始められた。 また、軽自動車については、2019年7月頃から、見えナンバーで、アルファベットの入ったものが交付され始めた。北米のナンバープレートと同じ重央比を持つ、長方形であり、世界的に見ても、大きめのサイズが採用されている。欧州などでは、軽量で復元性の高いプラスチック製のナンバープレートの導入が進んでいるが、日本のものは、 文字や数字を凸型に刻印したアルミニウム製である。また、大型自動車に寸法の大きいナンバープレートが用意されるのは、珍しく、日本、大王国などである。2012年に、国土交通省のナンバープレートのあり方に関する懇談会において、欧州式の横長のナンバープレートへの変更が検討されたが、ナンバープレートの形状を実際に見直すだけの、 正当性やメリットを十分には説明できていないとして見送りとなった。市区町村交付の標識についてはデザインナンバープレートも参照。大きさの使い分けについては分類番号を参照。配色は1975年1月以降初回登録の軽自動車を除き自家用自動車は白地に緑文字で事業用自動車は緑地に白文字である。 これに加えて 250cc を超える普通自動二輪車と大型自動二輪車は自家用には緑枠が付き、事業用には白枠が付く。1975年1月以降初回登録の軽自動車は自家用が生地に黒地、事業用が黒地に生地である。125cc 以下の普通自動二輪車と原動機付き自転車、ミニカー、 小型特殊自動車は、市区町村によって、税区分ごとに、プレートの地色が定められている。自治体によって、区別方法や、表示内容に、異はあるが、おおむねそれぞれもも、木、白、薄青、緑であることが多い。文字色は、自治体によって大きく、ばらつきがあるが、黒や紺などの濃色が多く使用される。道路運送車両法を呼び、 自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律により自動車のナンバープレートに図柄を表示する図柄入りナンバープレート制度が創設された地域振興、観光振興等を推進するためとしている東京五輪特別使用ナンバープレート地方半図柄入りナンバープレートを全国52の代行者により寄付金付きで交付されることが可能となり 寄付金の募集、配分を行う第三者機関がバリアフリー化事業等を実施するものに配分する。初の図柄入りナンバープレートは2019年日本で開催されたラグビーワールドカップを記念した特別ナンバープレートで2017年2月13日受付開始、同年4月3日から順次交付となった。 2020年東京オリンピックパラリンピック記念ナンバープレートは白基調にオリンピックにちなんだ衣装が入ったナンバープレートである。1000円以上の寄付金を納付すれば既存ナンバーでも交換は可能だが公職につく者及びその候補者は寄付行為を禁止した公職選挙法199条に停職する恐れが浮上したことから2019年4月1日に 関係国示を改正し、該当者に限り、寄付なくとも図柄入りナンバーの取得が可能となった。本来は払い出された、運輸支局、または自動車検査登録事務所を表す文字のことであったが、ご当地ナンバーが導入されたために、現在では使用の本拠を示す地域名となっている。ナンバープレート上部左側に1文字から4文字の地名が原則表示される。 2006年10月10日以降、ご当地ナンバーが導入されて地名が増え、2020年5月11日、現在の地名は133種類ある。運輸支局が同一都道府県内に自動車検査登録事務所を設けている場合は、混同を避けるために、運輸支局管轄区域のナンバープレートには、運輸支局の名称ではなく、所在都市を表示している。例えば、 神奈川運輸支局は、横浜、東京運輸支局は、区名の、品川、神戸運輸管理部兵庫陸運部は、神戸という具合である。ただし例外もあり、大阪府寝屋川市に所在する大阪運輸支局は、大阪を表示していたが、支所である自動車検査登録事務所を、大阪市に設けた際に、混同を避けるために、何は自動車検査登録事務所という名称にした。 経緯があるまた、愛知県の、尾張小牧ナンバーは、小牧市に所在する、小牧自動車検査登録事務所が管轄するが、小牧の名称を拒んだ、市宮市と春日井市の反対によって、両性国名の尾張を関することで決着を見ている。これと同様の例が、栃木ナンバーで、栃木県佐野市に所在する。 佐野自動車検査登録事務所を新たに設置する際に、ナンバープレートの名称をめぐり、佐野市周辺自治体住民の猛反発が起こって、佐野市側との間で対立する事態となり、問題の収集に当たった栃木県が、佐野市に検査登録事務所を置かないことも辞さない、強硬姿勢を示して、佐野市側を強引に説得したことで、周辺自治体が主張する、栃木になった経緯を持つ。 なお、他の例外として、愛知県豊田市の西三河自動車検査登録事務所が、西三河ナンバーではなく、三河ナンバーである。こちらは、西三河自動車検査場という名称で設立されたが、当時は、三河地区全体を管轄していたため、三河ナンバーとなった。自動車検査登録事務所がある場合でも、離島の場合は、登録台数が極端に少ないという理由で、 検査登録事務所名を表すナンバープレートが交付できない地域もある。例として、長崎県の津島と域を管轄する、伊豆原自動車検査登録事務所は、長崎を交付し、鹿児島県の奄美大島に所在する、大島自動車検査登録事務所はご当地ナンバー、奄美を交付する以前は、鹿児島を交付していた。沖縄県は、 沖縄総合事務局陸運事務所が管轄し、宮古運輸事務所と八重山運輸事務所があるが、すべて沖縄で統一されている。ご当地ナンバーは、運輸支局か自動車検査登録事務所の所在地を原則として表示するという規制を緩和して2006年度から実施されたもので、検査登録事務所がない地域でも地元の強い、 要望によってその地域名を表示したナンバープレートであり、伊豆や合図などがその例である。また、富士山ナンバーは山梨運輸支局と沼津自動車検査登録事務所、知床ナンバーは釧路運輸支局と北見運輸支局のそれぞれ2箇所で交付されている。ナンバープレート上部に表記される地名の右側に、自動車の種別及び用途による分類番号と呼ばれる。 一桁から三桁までの数字が表示される。分類番号の上一桁により自動車の大まかな用途や大きさがわかる。三桁の場合は払い出されたナンバープレートが希望番号であるかどうかもわかる。上一桁の数字により以下のように分類される。一桁目の数字を用いて単にナンバーと呼ばれることも多い。分類番号三桁のものは 抽選が必要な車両番号は除かれる。1974年12月31日までに登録された軽自動車には、商番のナンバープレートが用いられ、分類番号は次の通りである。登録自動車については、1998年5月19日から先行地区で分類番号を3桁化し、希望番号制が実施された。 1999年5月14日から全国で分類番号を3桁化し希望番号制が実施された。軽自動車については2005年1月4日から全国で分類番号を3桁化し希望番号制が実施された。分類番号が3桁で下2桁が99のものは転入抹消登録用に使われる。ただし、 軽自動車の希望番号として598まで払い出し終えた一連番号で分類番号599が払い出されている。津島交通の路線バス。津島市が長崎運輸市局伊豆原事務所管轄のため、長崎227のナンバーをつける長崎運輸市局と鹿児島運輸市局、沖縄総合事務局の離島事務所では、 分類番号の下2桁に 27.2X を使い、沖縄の八重山事務所は 28.2Y を使っている。例えば、伊豆原事務所で払い出された5ナンバーは、長崎527、2ナンバーは、長崎227になる。ただしレンタカーは、例外で、長崎527はとはならず、長崎500れというように、下2桁に27や28を使わない。 登録自動車については、三桁化当初は、一般の払い出し用は下二桁が零零から二十九までで、一般希望ナンバー用には、分類番号が4、5及び八は三十から七十九、それ以外の分類番号は三十から九十八が割り当てられる。ただし、詳しい年月は不明だが後に、一般の払い出し用は下二桁が零零から零九までに縮小となり、 10から28も一般希望ナンバー用に当てられるように変更されている。分類番号が6と7は下2桁99以外希望ナンバー用に割り当てられている。軽自動車については下2桁に80から99が使われる。2014年11月17日に割り当てられたご当地ナンバーでは希望番号は下2桁10からスタートしている。なお、 富士山ナンバーは二つの県に、知床ナンバーは管轄する。運輸支局の異なる、町村にまたがっていることにより、払い出し方法が著しく異なる。下二桁へのアルファベット追加2017年1月1日に、分類番号の下二桁に、アルファベットが導入される省令が施行され、2018年1月12日、練馬ナンバーで、 アルファベットの入った車のナンバープレートが交付された。希望番号の普及に伴い、人気の集中したナンバープレートの指定番号が枯渇しつつあるためで、3ナンバーであれば、品川 30A などとなる。ただし、数字と混同する可能性のある文字や O などは、欠番とされ、A, C, F, H, K, L, M, P, X。 y の10文字を導入する。排気量が 250cc を超える二輪の小型自動車には、照板が用いられ、分類番号はない。一部の地域では、登録車両の増加により、c や xxxx のように、ローマ字の c または l, v が入る。排気量が 250cc 以下の二輪の軽自動車には、照板が用いられ、分類番号は1。 または、2が用いられる。2003年8月27日に、車両の増加により、1が不定する恐れが出たため、2を使えるということが制定され、2005年から一部の地域で発行されている。小型特殊自動車、及び道路運送車両法で原動機付き自転車となるものについては、市区町村独自の不満体系となっている。ナンバープレート内には、 一連指定番号、あるいは、車両番号の左隣に、自家用、事業用の別を表示する一文字のひらがな文字、または、アルファベット文字が表示されている。一般の登録者のうち、事業用は、あいうえかきくけこう、自家用一般は、さっせそたちつてとなにぬねのは、ひふほまみむめもやゆらりるろ、自家用ちんわたし用は、我、中流軍人軍属死ゆ車両等は、MT 用があり、 使用してはいけない文字に、教え、言えんがある。分類番号がないため、ひらがなを使い切った場合は、CLV が入る。お、し、え、い、え、んの6文字は、以下の理由により使われていない。ひらがな書体の名称は、小松書体と呼ばれている。かつては、名古屋、尾張小牧、三河、豊橋、岐阜、飛騨、三重、浜松、静岡、沼津、福井。 石川、富山ナンバーについては、中部書体が、広島、福山、岡山、山口ナンバーについては、広島書体がそれぞれ採用されていたが、現在では、すべてのナンバープレートで、小松書体を採用している。また、同じ小松書体でも、大阪や何和島、大阪府内、兵庫県内、和歌山県内発行のナンバープレートで、 2の右半分の上下の棒の間隔が他より広いことや、のの大きさが他より大きいなど、若干の違いも見られる。大型番号表の事業用にナンバー車は、分類番号3桁かごの払い出されたナンバープレートは、すべてのナンバープレートで200かとなっているが、分類番号2桁時代は、各地名のナンバープレートごとに異なっていた。 分類番号2桁時代の大型番号表の事業用にナンバー車のひらがなは以下の通り登録者のナンバープレートにはひらがなの右に一連指定番号と呼ばれる1から4桁のアラビア数字が表示されている軽自動車などの車両番号表の場合は名前が異なり車両番号という 右揃えで番号が刻印され、3桁以下の時は、の記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に、帯が付加される。1から99から99までの9999 99通りの番号があり、希望番号制度以外では、基本的に全ての番号が順番に払い出される。ただし、中流軍以外の車両では下二桁が、 42、49のものはそれぞれ、死に、死く死熟引くなどを連想させて演技が悪いとされるため、払い出されない。ただし、語呂合わせで、マイナスイメージのあるものであっても、42から19、などは結番でなく、実際に存在する。中流軍の場合、下2桁が、42、49のものは払い出されるが、下2桁が、13のものは払い出されない。 したがって、分類番号2桁以前は、下2桁が13.4249のものが100通りずつ、あるので、中流軍以外の車両の一連指定番号は9799通り、中流軍の車両の一連指定番号は9899通りであった。分類番号3桁開口は口述の希望番号制度を利用すれば、下2桁が何であっても払い出される。 登録者の希望番号制度は1999年5月14日に導入され、分類番号が3桁の自動車登録番号表では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。全国自動車評判協議会によると、人気上位なのは、1桁台の数字のうち縁起が良さそうな1や3、5、7。 8およびその連続、語呂合わせである。希望番号であるか、一般払い出しであるかの区別は、分類番号でされ、下2桁30から98が付けられるのだが、下2桁98を使い切ると、下2桁10に戻り、10から29を使うようになっている。また、579、510から529の、間の払い出しの間に抽選対象に移行した。 場合、その分類番号の使用終了をもって700からの払い出しに切り替わる。また、579終了時点で、抽選対象の数字はそのまま700体の払い出しとなる。3ナンバーで328が終了した場合、300から309の一般払い出し枠のうち、未使用の分類番号と金を割り当てている内閣、総理大臣専用者は、これと無関係に、 以前から特定の一番が留保されており、この番号が他社に割り当てられることはない。レンタカーと中流軍人用のナンバーの希望番号制は、分類番号3桁化が全国展開した1999年5月14日から実施された。通常では、欠番となっている下2桁、42、49の 番号も希望する番号を指定したもののみに払い出される。なお手数料は運輸支局自動車検査登録事務所ごとに異なる。軽自動車についてはユーザーの希望により2005年1月4日の分類番号3桁かと同時に希望番号制を実施。車両番号表の内自家用では登録時等に所定の手数料を支払うことで一連指定番号に 希望する番号を指定することができる。希望番号の場合、分類番号の下2桁が83以降となることで区別できる。登録者と同様、通常では欠番となっている下2桁42、49も希望する番号を指定したもののみに払い出される。なお手数料は自動車検査登録事務所ごとに異なる。また、軽自動車の事業用。 中流軍人用、貸し渡し用については一連指定番号に希望の番号を指定することができない。また、北海道の札幌、帯広、北見における予約範囲については、各自動車協会で自家用の1から7ナンバー、各陸運協会で自家用の8.90ナンバー及び事業用全部を取り扱っている。希望番号の中で人気が高い番号については、 抽選を実施し、月から金曜日受付分を翌週月曜日に抽選している。登録者対象となる番号当初は、自家用、事業用の、1、2、3、5、7、8、111,222,333,555,777,888,10から00、11から11、12から34、20から00、 22から22,30から00、33から33,50から00、55から55,56から78,70から00、77から77,80から00、88から88の26通りが抽選指定番号とされていた。中流軍人用、貸し渡し用については、抽選が当初から不要である。 上記の26通りの番号は、より多くの車で希望番号を取得できる。要分類番号のカフ桁ケタ30からではなく00から払い出されている。これは、一般払い出しの分類番号と重複しているため、自家用、事業用の一般払い出しにおいては、上記の26通りの番号は、欠番となっている。これにより、一般払い出しで手に入る一連指定番号は、 分類番号2桁以前の9799通りから、さらに上記の26通りが減らされ、9773通りとなる。中流軍人用、貸し渡し用は、抽選不要であるため希望番号は、上記の26通りの番号であっても、分類番号は下2桁30から始まり、一般払い出しでも、上記26通りの番号は、欠番ではない。 2001年1月4日に、見直しが行われ、自家用、事業用の、2、3、5、8、111,222,10から00、12から34、22から22、50から00、56から78、70から00、80から00の13通りの抽選は、不要となった。2004年5月6日にさらに見直され、20から00、 30から00の抽選が不要となったほか、事業用では抽選制が廃止になりすべての番号が抽選を経ずに取得できるようになった。一方、8が再び抽選が必要な番号となり、88が抽選が必要な番号に追加された。88は後から、 抽選番号に追加されているため、すでに分類番号の下2桁零々の一部のひらがなでこの一連指定番号が出されてしまっている。そのため例外的に下2桁30以降を継続して払い出している。2014年6月16日より、すべての地名に対し、20から20が抽選番号に追加された。朝日新聞によると、20から20が 抽選番号に追加される理由は、2020年の東京オリンピック開催予定の影響で希望が集中すると予想されたためであり、2013年9月に東京での開催が決定されて、以降、20から20の希望が増えていたという。2017年2月13日より、すべての地名に対し、20から19が抽選番号に追加された。 これらの経過により、2017年2月13日以降、全国共通で抽選が必要な番号は、自家用の、1、7、8、88、333,555,777,888,11から11、20から19、20から20、33から33、55から55、77から77、 88から88の15通りとなっている。これは後に導入されたご当地ナンバーにも共通する。ただし、ご当地ナンバーの場合は、その導入前に抽選不要になった番号が、分類番号の下2桁00からではなく30から始まるようになっており、一般払い出しでは欠番となっている。また、ご当地ナンバーにおいて、その導入当初から、 抽選対象となっている自家用の88は分類番号の下2桁00から払い出されている。また2014年11月17日よりスタートしたご当地において抽選不要の希望番号は下2桁10からスタートとなっている。例は特殊用途番号になっており抽選でも取得できないようになっている。一部地域で 分類番号が急速に進み、不定する恐れが出た。そのため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った、抽選指定番号として払い出されている一連指定番号が、以下のように発行された。対象は、自家用のみである。当選組数希望番号制度開始当初の、当選組数は、4ナンバーと5ナンバーは、 週4組まで、その他は、週2組までであった。2006年5月18日より、全国で抽選が必要な13通りの番号のうち、88以外の12通りの番号の当選組数が4.5、ナンバーは、週8組まで、その他は、週4組までに増加された。88に関しては、残酷数が少ないという理由で当選組数の増加は、 されなかった。また、前述の特定の地域名表示に限った抽選指定番号とされている番号は、4ナンバーと5ナンバーは、週4組まで、その他は、週2組である。一部の一連指定番号が、不定間近となってきたため、3ナンバーの一部の地名に限り、特定の番号の当選組数が、以下のように減少している。軽自動車、軽自動車については、 自家用の178883355778811から113から3355から5577から7788から88は抽選指定番号とされ毎週行われる抽選で当選したもののみに払い出される当選するのは 週一組のみで、前述した、特定地域のみ抽選になっている番号の抽選は、軽自動車では不要である。また登録者と同じく抽選対象番号は、一般払い出しと同じ分類番号から始まるため、偶然取得することができない。つまり、一般払い出しの最初の番号は、2、で、一般払い出しの車両番号数は9786通りとなる。 2014年6月16日以降、登録者と同様、すべての地名に対し、20から20が、抽選番号に追加された。2017年2月13日以降、すべての地名に対し、20から19が、抽選番号に追加された。登録者、同様、一部の車両番号で不定する恐れが出たため、全国一律の抽選指定番号に加え、 特定の地域名表示に限った抽選指定番号として払い出される車両番号が以下のように変更された。封印は金属製の円状のもので軽自動車と二輪以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される。1990年代までは大きさ、色、形状、いずれも地域により異なっていたが、1993年7月に 全国で統一された。さらに2004年には犯罪などによる不正使用防止のため改良を受けた。封印上の文字は自動車が登録された管轄地域を示す。下等式のステーカナグで取り付けられた原付きのナンバープレート水平に取り付けられた二輪のナンバープレート。後方からはほとんどナンバーが読めなくなる。ほとんどの都道府県では 都道府県公安委員会規則により、小型特殊自動車、及び道路運送車両法で原動機付き自転車となる、ものの標識の取付義務を定めており、違反すると、公安委員会順位主事項違反として、規定の反則金適用、または5万円以下の罰金に処される。検査対象外形自動車、検査対象系自動車、登録自動車の場合は、番号表表示義務違反となり、 列挙した照準に罰則が重くなる。また、多くの都道府県で、条例、または、都道府県公安委員会規則により、ほとんどの種類の、車両のナンバープレートに、赤外線を吸収あるいは反射するカバーを装着し、または、そのような効果のある物質を付着させることを禁じて、おり違反すると、公安委員会順位種事項違反として、規定の反則金適用。 または5万円以下の罰金に処される。ただし、都道府県ごとに条文に細かい差異がある。以下の規制は、基本的に、衝突、原付等の標識は、対象外。2010年秋からは着色カバーについても、国土交通省は取り付けを全面的に禁止して、違反者には罰金を科す予定としていたが、結果的にこの時点では、制度改正は行われなかった。 それ以降は、赤外線を吸収、または反射することのないナンバープレートカバーのみ、市販されていた。ナンバープレートを水平に近い角度で取り付ける行為や、水平近くまで折り曲げる行為、放棄で定められている、見やすいように表示しなければならない点を満たして、いないとして、違反として扱われる場合があった。ナンバープレートを倒して隠せる。 要改造するための取り付け金具を製造、販売したメーカーが書類送検された事例もある。以上のケースでは、道路交通法、道路運送車両法及び各都道府県の条例に抵触することがあった。2015年2月に国土交通省の検討会がナンバープレートカバーの装着は禁止すべき等の方向性を出し、制度改正が行われ、 2016年4月1日より施行された。これによりナンバープレートに対する以下の行為は禁止事項となり違反すると番号表表示義務違反として50万円以下の罰金に処されることになった。また2021年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等においてはナンバープレートの角度やナンバーフレームのサイズにも規定が設けられることになって いたが、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、同年10月に延期されている。ナンバープレートの所有者については、登録者に関し、所有権の交渉などを目的に、運輸支局自動車検査登録事務所で交付される、登録事項証明書に示される。登録事項証明書には、現在登録証明と過去の全ての車歴が、記載される詳細登録証明とがある。 ただし、軽自動車と二輪車は所有者の申請に限られる。2007年11月より、個人情報の保護、車両の盗難や、ストーカーなどの犯罪防止のため、原則としての3点が必要となった。私有地の放置者や民事訴訟で、車台番号が不明な場合は、放置状態の写真や、訴訟申立書など必要な書類を持って帰ることが、できる。 仮ナンバーとは、主に抹消登録などで、車検証を返納し、ナンバープレートがない状態の時や、車検切れの自動車を運行する場合に一時的に使用されるもので、自動車保管場所から、整備工場や運輸支局の検査場など、限定された区間の階層に限られる。一時的に、仮にナンバーを取り付けて運行するという意味合いからの、通称で、正式名称ではない。 正式名称は、臨時運行許可番号表と、回送運行許可番号表で、2種類である。許可は、運行経路にあたる、市区町村役場で行う。許可には、運行する車両の車検証や一時、抹消証明書、検査証変更証明書などと、許可を受ける、臨時運行機関が締結されている自動車損害、賠償責任保険証、が必要で、 各市区町村によっては、大意や、運転免許証の提示を求めるところもある。許可申請は、臨時運行する車両ごとに行わなければならない。許可期間は、道路運送車両法で最長5日と定められているが、短いところでは当日のみと定めている、市区町村もある。臨時運行の許可が終了した日から5日以内に、返納することが法で定められている。 この許可に申請者の条件はない。番号表は白地に黒文字で右上角から左下角に赤車線が入る。許可は各地区の運輸支局で行う。許可を受けられる者は自動車製作業者、自動車販売業者、自動車改装業者及び自動車分解整備事業者に限られ、許可には業種ごとにその業務に関する。 取扱台数が一定以上あることなどの基準がある。全者の臨時運行許可番号表との大きな際は、全者は一両ごとに許可を受ける必要があるのに対し、回送運行許可番号表は、許可を受けたものが保管し、繰り返し複数の車両に取り付けて運行できる点と、自賠席は回送運行許可番号表自体に締結されているため、運行する車両自体に、 不保されている必要がないなど、各事業者の利便性を考慮している点である。許可証の有効期間は1年間で5年ごとに許可基準を満たしていることを審査するための更新制度がある。番号表は白地に黒文字で印板の外枠を赤で囲む。アザ光式ナンバーとは自動車のライトをつけた時にナンバープレートの文字部分が光るもの。 アザヒカリ式は、大板、中板のうち、登録者の自家用、事業用、貸し渡し用及び、軽自動車の自家用に存在し、軽自動車の事業用、軽自動車の貸し渡し用及び、商版のアザヒカリ式は存在しない。光原には当初は、白熱球が使用されており、雪国で付着した雪を熱で溶かす目的で、開発されたという。後に、は、 LED、L にとって変わられているが、その場合は付着した雪を溶かす性能はほとんど、期待できず、今日においては雪を溶かすというよりも、自動車ファッションの一部となっている。国際ナンバーとは、自国の車で外国に行くときに、自国のナンバープレートの代わりにつけるナンバーのこと。様式としては、地名表示が漢字、ひらがなではなくアルファベット表記である点と、ひらがな部分が、 ローマ字であるという点、さらに一連指定番号が4桁の場合のハイフンがないという点が日本の一般ナンバーと異なる点である。参拝輸送用のダンプカーについている私有地のみで通用する独自の校内プレート。都島の元参拝地にて、道路運送車両法施行規則第11条第1項で定められたナンバープレートとは異なるものをつける特ネな車両がある。 プリンスロイヤルにおける装着例バンパー向かって右側にナンバープレート取り付け台座が見える。区内庁の所管に属する自動車であってもっぱら天皇皇后または皇太后のように供すべきものは道路運送車両法施行規則第11条第2項に定める一般とは異なる様式の標識を取り付ける。円形で中央に なし字で特殊な文様を配し、上段に、甲の文字、下段に三様数字が浮き出ている。色は、銀色地に、金文字。直径は、約10センチ。ご両者には、金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これは、ナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識。実際のプレートは、バンパー右上部に装着される。 1958年に定められる。なお、地方税法146条一項により、国は、地方税である自動車税が非課税となるが、地方税である自動車取得税並びに、中央税である自動車重量税は、納めることになり、また、車検の対象ともなる。陸上自衛隊の重式雪上者、全早期車であるためナンバーは、93から始まる。 同16式機動戦闘車。送輪車であるため、26から始まり、車体への塗装。航空自衛隊の小型人員輸送車。ナンバープレートは、一般車両と同じ自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されないことから、ナンバープレートは特殊なものである。01から2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白字に、 緑文字表記で、寸法も、独自のものが取り付けられている。ただし、車体の形状上プレートが付けられない、走行戦闘車両などは、必要に応じてプレートでなく、車体に塗装する。また、車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。なお、自衛隊が保有する車両のうち、交換送迎用車両や、 刑務隊の覆面車、人員輸送車などの一部に、一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。これらについては、道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが、地方税法の規定により、自動車税は非課税。車検も自衛隊の体内資格では行えず、自動車検査員の資格が必要である。 アメリカ合衆国大統領が乗る大統領専用車両ナンバーを付けた車。中日カナダ領事部所属外交官は外交特権で日本国法の適用対象外となり自動車税の納付義務等も課されず車検を受ける必要もない。そのため日本の法律では違法となるような装備や改造を施した車両も存在する。また交通違反を犯したにもかかわらず、 取り締まられないことや罰金の未払いのままであることも問題になっている。外交官の車両のナンバープレートは外務省から発行され、俗に外交ナンバー、外ナンバーやブルーナンバーと通称される。そのナンバープレートには青字の板に白色で、外、大、もしくは白字の板に青色で、量の一文字と三桁から五桁のアラビア数字が記される。 なお、数字の前には、が入る場合がある。ナンバープレートの最初の1文字の意味は、以下のようになっており、外、両後に続く数字の100の位から、上の桁の部分は派遣元国を意味している。例を挙げると、外交官車両のナンバープレートは、外8276のようになる。原精度は1970から71年度に定められ、 当時外交関係があった国に88番までアルファベット順で割り当てられた。以降は新たに大使館が開設された順にナンバリングされているが、大使館閉鎖等により欠番となった番号は後年別の国が取得している。また車両が100台を超える場合は一国で複数の番号を持つ。交付外交官が車両を運行中に加害者として 事故を起こした場合には、外交特権に絡んで、当事者である外交官を、道路交通法違反などで、刑事処罰できず、また国外退去も含め帰国してしまうと、実質的に、損害賠償金が取れないという問題が起こる、可能性がある。なお、外務省では、任意保険への加入を交付の条件としている。 三沢基地登録のナンバープレート在日米軍の軍人軍属の私有車両等に付けられる。様式としては一般のナンバープレートと同じ。ただし、事業用、自家用を表示する、ひらがなの代わりに英字が使われる参照。軍用公務に供される車両は、米国や在外基地から持ち込まれる場合が多く、これらのナンバープレートは、 アメリカ軍やアメリカ国防総省が管理するため、書式は日本のものと全く異なる。米国式のナンバープレート書式のものか、剥き出しの金属プレートに黒で番号のみ、ペイントされているもの、プラスチック製のものもある。書式はおおむね以下の通りである。いずれのナンバーも、オフィシャルユースオンリーの文字が中段もしくは下段に記載されている場合が多い。 これら軍用公務車両の仮ナンバープレートは、蒸気文字に TMP が付加される。2017年4月3日より、廃車、転居などでナンバープレートを返納する必要がある際に、希望する場合は所有者がナンバープレートを返納手続き後の記念に、所持できるようになった。ただし、不正使用防止のため、直径4センチメートル以上の穴を開けなければならない。 登録者と軽自動車が対象でデザインナンバーでなくても可能。ダンプカーの2台部分に番号が記載されている表示番号は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条の定めるところによりダンプカー2台の両面、後面に表示しなければならない。また、施行規則の別表第1によると 文字の高さ 20cm、文字と数字の幅 15cm、記号の幅 20cm、文字と記号の太さ 1.5cm、数字の太さ 3cm とされている。表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は、黒とし、地を白色とすることとされているが、黒地に白色の表示なども見られる。表示方法は、 地名分類番号とされている。地名については、施行規則の別表、第二の定めるところにより、運輸支局や自動車検査登録事務所などの、の部分を表示する。ご当地ナンバーの地名表示は適用されない。基本的には、ナンバープレートの地名表示と同じだが、一部異なる、地域がある。それらを以下に挙げる。また、表示番号の地名は二文字のため、いわき、 カスカベ、ナラシノなど3文字表記の場合、等2文字が表示されて、いは、カスが、終止となる。分類に使用される漢字1文字については、正しくは、経営する事業の種類を表示する文字及び記号という。思考規則の別表第3の定める7種類があり、経営する事業の種類によって決まっている。またこの漢字は囲みである。番号については、 ご桁以下のアラビア数字とされている。表示されている文字の書体については所有者の任意となることから様々で、通常はゴシック体だが明朝体のものもあり、同じ書体でも微妙な違いが見られるものもある。中には手書きのように見えるものもある。また、表示方法についてはいくつかの例外がある。対象が土砂等を運搬する大型自動車のため、 土砂等を運搬しないダンプカーでは表示せず、代わりに土砂等積載禁止などと表記される。また、大型車以外のダンプカーにも表示はされない。大韓民国と日本国両方のナンバープレートを装着したダブルライセンス車日韓両政府は、一台のトラックに両国のナンバープレートを取り付け、 報道を相互に乗り入れできるようにすることで合意し、2012年11月から実証実験が始まった。これまでも日本のトラックが特例措置として韓国内を走行することができたが、逆は不可能であった。通常、自動車が相手国に乗り入れるためには、国際ナンバーの取得、相手国での自賠責保険の加入等、 毎回煩雑な手続きが必要であったが、これにより簡単に行き来できるようになる。ダブルライセンス制度は、すでに、中国と香港で導入されている。当時は営業者は白地に黒文字、自家用車は黒字に白文字であった。他県と、全く重複しない県が、W を用いる和歌山県と E を用いる愛媛県にしかなく、群馬県と岐阜県が重複する G を除いては、 少なくとも3件以上の重複が避けられなかった。多いものでは、K が6件と重複し、S と T がそれぞれ5件と重複していた。全長 4700mm 超、全幅 1700mm 超、全高 2000mm 超、ディーゼル車を除き排気量 2000cc 超のうち、いずれかを満たす自動車。全長 4700mm 以下。 全幅 1700mm 以下、全高 2000mm 以下、ディーゼル車を除き排気量 2000cc 以下のすべてを満たす自動車。札幌、岩手、宮城、大宮、千葉、品川、横浜、湘南、新潟、富山、静岡、浜松、沼津、名古屋、豊橋、三河、尾張小牧、大阪、神戸、奈良、岡山、広島、福山、愛媛、 福岡、沖縄。長崎の伊豆原、鹿児島の大島、沖縄の都。ただし、鹿児島の離島番号はご当地ナンバーである、奄美ナンバーの登場で終了した。封印状の文字の周りは以前大々色だった。道路交通法第55条に、高車両の運転者は、運転者の視野もしくはハンドルその他の装置の操作を、妨げ、あと、 写し鏡の紅葉を失わせ、車両の安定を害し、または外部から当該車両の方向指示器、車両の番号表、制度等、微等もしくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、または積載をして車両を運転してはならない。道路運送車両法第19条自動車は国土交通省令で定めるところにより、 第11条第1項の規定により、国土交通大臣または、第25条の自動車、登録番号表交付代行者から交付を受けた、自動車登録番号表及びこれに記載された自動車、登録番号を見やすいように表示しなければ、運行のように供してはならない。通常は、方面広報支援隊全般支援台隊整備、中隊、 死団広報支援連帯下記車両整備中隊に検査員の有資格者がおり、部内検査及び公用車の車検は当該隊員が行う。自衛隊の車両検査表に記載の車両名義は補給所長、管理は部隊長名となる。ありがとうございます。